ここはね、妻町のね、ロケ地になってますね。東京都調布市の上野原公園ですね。第6話の最初の方でね、こう、ちょっとした会話があるわけですよね。堤真一が座ってた、シーソー、ここですね。堤真一が座ってたここですね。で、ここの中央にあれかな、高井が座ってんのかな、小学校のね、ここですね、はい、ここをかけていく、ちょうど高井もいますしね。で、ここに座ってんのかな、堤真一が、ね、ここですね、これも出てきますからね、はい。まあ、ここのシーンはね、なんだろう、記憶って何なのみたいなね、ことを話してたとこなんですよね、ここに座ってね。話したとこなんですけど、まあまあまあ別にね、そんな大したロケ地でもないんですよね、ここはね。特にまあ普通の公園ですね。まあ大したロケ地でもないのに、なんでわざわざここに来たかというと、一つね、疑問があったんですよね、僕。どうしてもその疑問というのは、なんでね、この公園がね、ロケ地になったかってことなんですよね。妻市は主にね、東京都多摩地区がロケ地になってるんですけど、ここのね、上野原公園だけね、ちょっとね、場所がね、変なんですよ。ちょっと離れた場所にあるっていうところ のロケ地なんですよね。でね、なんでこんなところがロケ地なんだろうと思ってね、ちょっとね、気になったので、大したシーンの場面ではないんですけど、ここに来たわけなんですよ、今日は。たまたま、そもそも東京都多摩地区にね、公園なんてね、山ほどあるわけじゃないですか、何個も。なんでわざわざここがロケ地なんだろうって、本当疑問なんですよね。ロケ地って言えばですよ、第1話のね、河川敷のね、西勝関公園ですかね、あと、LINE を交換した公園なんですけど、そこのね、公園でもいいじゃないですか。瀬場川橋ってありますよね。第4話の傘持って堤真一が突き抜けた場所なんですけど、その瀬場川橋の近くのね、にもね、公園があるんですよね。あと、そうですね、マリカの住んでた団地があって、そこの近くにも公園ありますよね。で、そこの公園があって、そこの公園ももうロケ地になってるんですよね。高架下の公園なんですけど、その高架下の公園がロケ地になってて、まあ何回か出てくるんですよけどね、まあ、そこでもいいじゃないですか。なのにね、なんでこの公園わざわざね、使われたんだろうってね。しかもここの場所だけすごく離れてるわけなんですよ。疑問じゃないですか。もう僕はそこが気になってしょうがなくて、もう今日わざわざ他のロケ地無視してここに来たんですよね。で、まあ考えられることっていうのは2つほどあるんですよね。いや、その1つ目がね、やっぱりね、僕のようなね、ロケ地マニアっていうのはやっぱりいるわけですね、世の中でね。一回ね、ロケ地としてね、ドラマで出ちゃうと、やっぱ僕みたいのが来るわけなんですよ。でね、なんか撮影の邪魔になるとかね、そういうのがあったりするのかななんて思ったりもするんですけどね。でもね、そんなことでね、わざわざね、ここをロケ地にするのかななんてね、改めてここですよね、なんてね、疑問なんですよね、結局。けど2つ目の理由がですね、ここのロケ地はあくまでたまたまここで撮っただけで、近くにあったから。本当のロケ地はね、もしかしたらこの上野原公園の近くにあるところが本当のロケ地ではないかなと思ってるんですよ。で、その本当のロケ地っていうのは、まあ今ね、もうドラマは第6話まで終了してまして、今週の金曜日に第7話が放送なんですよね。で、第7話以降のロケ地がですよ、この上野原公園の周りでロケされてるんじゃないかと思って来たんですよ、ここに。ただ今回はですね、ちょっとね、ロケ地先取り巡りみたいな感じですよね。この上野原公園の近くで本当にね、7話以降の撮影地があったとしたら、すごくないですか。ということで、僕はね、上野原公園のロケ地あったと見て、ちょっとね、この上野原公園の周り何があるかね、ちょっと探してみたいと思って、ここまでわざわざ来ました。はい。じゃあ7話以降になんかね、ロケ地ないか、ちょっとね、探ってみたいと思いますね。はい。
はい、上野原公園の近くに、まあ、このね公民館ってあるんですよね。もしかしたらここが撮影地になってるのかな、わかんないですよ。で近くにね、ここに小学校、なんていうのだろう、上尾小学校っていうのかな、上こう名前よくないんですけど、ここに中学校があるんですかね。この中学校がもしかしたらロケ地になってるのかなみたいなね、わかんないですよ僕。でここの団地があるんですけど、この団地はね別にマリカの団地とかでもないんですよ。ちょっと離れてるんですよ、そこも団地もマリカの団地ではないんですよ。まあもちろんあくまでこれはね僕の予測なんでね、空振りする可能性も大ですよね。まあ、あとか小学校もあるんですね、ここに上野原小学校。上野原小学校っていうのが周りにあるので、もしかしたらそこもロケ地なのかな、わかんないですよ。公園とかもあんのかな、この辺に。他にちょっと検索したいと思いますけど、まあ、この先行ったところにですね、柴崎公園っていうのもあるんですよね。そこの方ももしかしたらロケ地になってる可能性もあるんですけど、まあ、かなり低いでしょうね。ここにすごいでかいマンションあって、ちょっと改装中か、はい、なんてマンションだろう、わかんねえ。あ、こう神代寺レジデンスって、そっか、この辺そういえばね神代寺が近いんですよね。はい、なので神代寺あたりメインのロケ地になってんのかな。もちろんあの7話以降ですけど、それもありですよね。結局可能、まあ、神代寺の方もちょっと余裕があれば行ってみたいと思うんですけど、ロケ地金巡りみたいな、ここはロケ地かもしんない巡りみたいなことになってるね。はい、今調布市柴崎緑道っていうところをここちょっと来たんですけど、何ですかんだろう、なんですね、この先の物語の展開とかね、ストーリーとかも僕全く分かってませんので、あくまでね勘で喋ってますからね。うん、柴崎公園緑道なんですけど、ここが公園内なんのかな、全く分かんない。で僕もねここにこう公園ありますね、こういう風なね、はい、もしかしたらこの辺もロケ地なってたらすごいよね、本当に。なんだこれ、あ、これがあってレンガの中ですけど、はい、今ねあの神代寺自然公園っていうところの中に来ましたね。どうでしょう、こんな感じのなんですけど、わかんねえ、ちょっとねロケ地探しではないので、ロケ地になったかなみたいなね、ここもロケ地になるんじゃないかなみたいなことを探してるわけで、なんかモチベーションも全然上がんないんですよね、やっぱりこういうのって。ただ単に散歩、神代寺周辺の散歩動画みたいになっちゃいますよね、本当に。今神代寺自然広場ってとこに来てるんですけどね、ここもロケ地なんのかな、わかんねえ。いやー最初ね僕は上野原公園がね、なんでここがロケ地なんだろう、公園なんていっぱいあるのにってね、で、あ、もしかしたらこの周りが ロケ地で、7話以降にそこのねロケ地が出てくるんではないかってね、そんな風に僕は予想したわけですよね最初に。
でもってその上野原公園の周りをブラブラしてるわけなんですよね。僕行ってみれば思いのほかテンションが上がんないね。まあ、ロケ地を巡る、ロケ地を探すとかね、そういうのだったらやっぱね、歩いててもやっぱ僕としてもまあ楽しい部分はあるんですよ、個人正直。でもね、この辺がもしかしたらロケ地になるのではないかなみたいなね、確率もしかもものすごい低いわけですよ。そんなところを歩いててもテンション上がんね、モチベーションも上がんないし、なんかめんどくさくなってきたみたいな、今そんな感じです。向こうのね、奥に先に見えるのが上野原公園なんですけど、どうでしょう、ここにマンションがあって、まあ、学校があって、まあ、ここに住宅街があるみたいな感じなんですけど、なんだろう、ロケ地になるよそうな場所ってどこなんだろう、わかんねえみたいな、もう完全に結果は7話以降のドラマが撮影地がどこかっていうので今日の動画の結果がわかります。はい、楽しみにしておいてください。